令和新選組の代表である山本太郎です。衆議院議員を辞職します。はい、まあ辞職してですね、今年の夏に開かれる参院選に立候補したいと思っております。はい、まあそういうことなんですね。はい、まあそうですね、衆議院議員でいるより参議院議員でいた方がいいかなって思っておりまして、参議院議員はもう任期6年もあるみたいなので、6年いた方がいいかなっていうのがあるんですよね。衆議院議員は大体数年ぐらいですから、まあ、参議院議員の方がね6年議員としてやっていけるので、はい、まあそういうことなんですね。まあもし落選したら下で、まあそうですね、まあ次の選挙に出ればいいだけの話なので、はい、まあそういうことなんですね。まあこれからもですね、消費税を廃止したいというか、まあね、目指してるんですけど、消費税廃止をね目指しております、したいと思っております。まあ、これからも令和新選組の代表としてですね、頑張っていきたいと思っております。令和新選組の代表である山本太郎からでした。